インフレーション RPG クエスト、久しぶりに始めますけど特に何も進展はないですっていうか、やってなかったんで久しぶりにやります。だらだらとやるだけなんで特に面白いこともともと言いませんけど、さらに言わないと思います。特になんか自分なりのプレイスタイルの動向なんていうこともないですね。よっぽどなんか不都合なことがない限りノーカットで行くんで、無言の状態が続くなんてこともあるでしょうし、まあ何のオチもないっていう、そういう動画になると思いますけど、まあ暇な方は見てくれると再生時間、再生数が伸びてなんとなく僕は喜びます。251、本当さっきの戦闘がなかったら死んでましたね。行けるとこまでなんとか行けないかな。まあ、なんていうんですかね、継続は力なりっていうことで、まあ、とりあえずあんまり極端に時間が空かないようにしつつ動画を上げるっていう、そのためだけに今動画撮ってるんで、もうノー編集で、いつもだと無言の極端に長い時はカットとかするんですけど、今回はもうノーカットで行こうと思います。で、別に前回に比べてレベルが上がった、プレイヤースキル含めて上がったわけでもないですし、てか一回もプレイしてないんで何にもなく、で地図とかそういう攻略サイトを見るわけでもないんで、迷路のところでかなりぐだると思います。まあ今も考えようによってはぐだってるんですけど、今んとこヒットポイント曲振りやってるんですけど、どうでしょうね、正解なのか間違いなのか。倒した、なんとか。ポッコリだが限界ですかね。チラチラ見てるんで、わかると思いますけど、この、エンカウントしづらくするっていうのを、つけずつけるのも限界来てますよね。何で行こうかな。実は経験値上げるのってそんなに効果ないような気がするんですよね。なんかないかな。もう面倒なので残り回数上げて、これでいきましょう。50回、50回死ななきゃ結構いいとこまでいけるんじゃないかな。なんとなく今攻撃力で振ってみましたけど、素早さ振ってみますか。じゃんじゃんいって、ちょっとテンポ早く行き過ぎなんですかね。ギリギリになってますけど、防御力上げてみますか。防御力上げたせいか分かんないですけど安定してますね。やっぱり
ここが結構ボスが多いんで、一体目さえ倒せば結構安定すると思うんですけど、そのまんま特に極端なことはせずにボスに突っ込む予定なんですけど、いけるでしょうか。ちょっと今壁に引っかかったんであれですけど、どうでしょうね、ボスはさすがに勝てないですかね、これじゃ。まあ、負けたら負けたでいいや。なんとかいけるかな。はい、OK。これでいけたんで。お、なんか通知来ましたけど、まあいいでしょう。さすがにプライベートの LINE かなんかの通知が来ちゃうといろいろとめんどくさいことになるかもしれないんで、さすがにそこはカットしますけど、あの程度の通知は別に問題ないでしょう。運も上げようか。例えば今日映画を見てきたんですよね。太陽は動かないってタイトルだったかな。藤原竜也さんが出てるやつなんですけど、それで思ったのが、まあ、昔からそうなんで別にそれがけしからんとかやめろっていうわけじゃないんですけど、お金を払って得るエンターテインメントで、今の時代お金を払ったにもかかわらず CM を見ることになるものって映画ぐらいじゃないですかね。こういうゲームでも、まあ、今上の方に Facebook の CM 流れてます、流れてるというか貼り付けてあるっていうかありますけど、こういうタイプのゲームだと CM を見るとお金を払わなくても、次のステージに行けますとか、強い装備が手に入りますとか、ガチャが引けますとか、まあいろいろあって、お金を払うと CM を見なくて済むっていうパターンのやつだと思うんですけど、映画はお金払って、で、上映時間、まあ今回3時からだったんですけど、3時までに、席に着いて、で3時からなんだかんだで15分ぐらいですかね、 CM を見せられるっていう、お金払って CM を見るっていうのは割と異常なことだと思うんですけど、皆さんどう思いますかね。まあ、別にそういうもんなんで、それはそれとして、でまあ、それが元で次見たい映画
次回来た時これ見ようみたいなことがあるんで、別にメリットっちゃメリットなんでいいんですけど。でも今回見た映画はなんていうんですかね、ネットを見る限りはドラマ版を見ておけばまあもうちょっとマシになったかもしれないんですけど、まあなんていうのですかね、いきなり見るのはおすすめしないというか、見てもまあなんていうんですか、つまらないっていう表現すらできないっていうんですかね、どこかでさすがに分かる状態になるだろうと思って、あ、死にましたね、まあいいや、どこかで分かる状態になるだろうと思って見続けたんですけど、最後までストーリーが何を言いたいのかさっぱり分からない。主人公たちが一応なんかスパイ的なポジションだったんですけど、そのスパイが何やってるのかっていうのが、こう、まあ、技術を盗むみたいなことをやってるのだけは分かったんですけど、こう細かいストーリーが、まあ、僕はよく桃太郎に例えるんですけど、極端に桃太郎の話を短くしようという内容だけ言うと、桃から生まれた男の子が鬼を退治する話っていう感じだと思うんですけど、その時にまあ、この例えの桃太郎で言えば、よくわからないうちに、お供の猿やキジや犬が現れてたら、ストーリー分かったって言えないと思うんですよ。そういう感じで、ストーリーが、役者さんたちが、まあ、アクション系のストーリーが、ストーリーっていうか、アクション系のシーンが多い映画なんで、まあ、殴り合ったりするわけですけど、っていうシーンが延々続いて、で、セリフもそれなりに言うんですけど、描写展開がやたらとあって、まあ、僕が頭が悪いせいっていうのがあるんでしょうけど、それを考えても、話が全然わかんないんですよね。わかんないんで、つまらないとも言えないんですよ。面白くないじゃなくて、わからないんですね。最後の最後までこのストーリー今どんな状況なんだろうって思って、まあなんかよくわからないけど、なんか主人公がなんか成し遂げた的なことを言っているので、多分まあエンディングが近いんだろうなって思ってたら、まあやっぱりエンディングになりましたみたいな感じで、まあ僕にとっては合わない映画でしたねっていうのを、まあ実を言うと今お酒飲んでその勢いで撮ってるんですけど、のせいもあって今何回死にました？ものすごい死にましたよね。まあ一応プレイ回数で次回プレイが多少有利になるっていうのがこのゲームなんで、まあいいっちゃいいですけど、それだったらわざと死ぬように死ぬようにプレイした方がいいと思うんですけど、中途半端に戦いつつで、お金稼ぎがうまいところでやってるわけじゃないんで、新たな装備を買うこともできずみたいな、すごい中途半端なプレイになりましたね。正直まあ新しいポイントに行けることもなさそうですし、まあ、運が良ければプレイの回数が多ければ多いほど、まあ、突然なんかレア武器をくれたりすることもあるかもしれないんでやりますけど、さっきみたいに死んだから一応戻ろうみたいなのじゃなくて、もうガンガン進んでって死亡回数稼いだ方がサクッと終わって逆に良さそう。もうガンガン行きましょう。今から今のうちに言っておきます。まあ、あと最後に言いますけど。ご視聴ありがとうございました。こっからはもうほぼ自殺です。
まあ、もともとここまで見てくれたっていうのはかなり、まあ、将来的に例えばの100年後とかまでこの動画が残ってるとして、ここまで見る人っておそらく 1% いないとか、そんな領域だと思うんですよ。あの将来的にこの動画が100回再生されるなんていうあまりなさそうなことが起こったとしても、まあ、1人か2人がここまで見てると思うんですけど、まあ、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃんここから死のうと思います。もうボスなんで、ね、もうこれ以上進まないですよね。偶然クリティカルが重なって死なない、あの相手が死なない限り、はいはい、ここから2回死んで終わると思います。やっぱり、ね、やっぱり基本的にゲームはあのお酒飲みながらやるっていうのはスコアは伸びないんでやらない方がいいですね。だから最後ものすごく、もともとなんていうんですか、このゲームあの死亡1回でもすると僕投げやりになっちゃう、そういうあれなんですけど、てか大体ですね、途中であのこの残り戦闘回数リング外しちゃよかったんですよね。外さないでダラダラとやるっていう、まあ無駄な時間を過ごした気がしますけど、まあ、例によって次回に備えてエンカウントをしづらくするリングをつけておしまいです。はい、今度こそ終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。